こんにちは。今日は4月14日に発売された、エルメスの新作のチーク全8色と、そしてこちらローズエルメスローズアレーブルという新しいね口紅3色が登場したので、こちらをね全色レビューしていきたいなと思っております。こちらの新しい口紅はちょっとね今までの口紅と違って、唇の体温にとろっと溶けて保湿力が高い、ちょっとリップバームにね近い仕様となっているそうです。でこのカットのところも先端がちょっと違っていて丸みを帯びたフォルムになっているそうで、前のルージュエルメスね全く違う作りになっているそうです。めちゃくちゃケース可愛いんですよね。このピンクとゴールドと白ってねこんなに合うんだと思って、このケース見た時にねわーっとちょっとねテンション上がりました。とっても可愛いです。そしてチークも、このようなねこうパッケージでとっても可愛いです。白とねゴールドになっております。でこちらの中に模様があるんですけども、はい、これはねエルメスのスカーフのカレーっていうのをねイメージした模様だそうです。このあたりにも注目して、いろいろ試していきたいなと思っております。では手に塗っていきたいと思います。14番のローズアプリコテですね。これを塗っていきたいと思います。あんまり色がやっぱつかないですね。ちょっとねオレンジになったのかなという感じです。テクスチャーは、2012年にねエルメスが発表したレザーのボーバトラっていうのをねイメージしているそうで、結構しっとりした感じになっております。はい、では次に30番の、はい、ローズデテを塗っていきたいと思います。これが一番ピンク色っていう感じですね。こんな感じです。さっきの方はオレンジっぽい感じがします。うっすらオレンジですね。で唇に触れると体温でとろけてしっとりマットな仕上がりになるそうです。こんな感じです。では最後に、ローズタン塗っていきたいと思います。これは一番、3色の中で、ね、ベージュ色になっております。これもねやっぱ色、ちょっとつくんですけど、そんなにねベージュ濃くつかない感じですね。なんか春コスメっていう感じがします。でそして、テクスチャーがねやっぱトロッとしてバターのような滑らかなので、リップクリーム、色付きリップクリームという感じですね。それでは1色目塗っていきたいと思います。番号が若い14番から塗っていきます。こちらは、ローズアブリコテという色になっております。結構オレンジですね。なんかトロンとした感じです。早速塗っていきたいと思います。柔らかいですね。あんまり色がついてない感じがします。香りがリップクリームみたいな感じですね。ちょっとそんな感じです。エルメスから1色だけリップクリーム出るんですけども、なんかそれに近い、テクスチャー、そして香りかなと思いました。こんな感じの色になっております。で次は30番のローズデテを使っていきたいと思います。すごい鮮やかですね。ちょっとなんかポワッとはしてるんですけども、みずみずしい感じの色になっております。今回のシリーズやっぱり全体的になんかポワッと色が優しい感じですね。ちょっとピンクつきました。さっきのオレンジと少し違います。なんかもはややっぱりリップバームみたいな感じですね。なんかこれも唇がすごく保湿された感じがします。はい、そして最後3色目こちら49番のローズタンになっております。ちょっとねこっちベージュですね。でもしっかりねなんかマットな感じではなく、これもなんか潤いがありそうな感じになっております。早速塗っていきたいと思います。ちょっとワントーン唇の色がやっぱマットなんで、茶色っぽく落ち着いた感じに見えるかもしれません。ちょっと色入りましたね。これラズベリーシードオイルが入ってるそうなので、このプルンとしたね保湿効果が高いリップになっているそうです。それではチークを塗っていきたいと思います。まずは番号が若い順から紹介したいと思います。こちらは一番番号が若い19番、ローズアプリコット色になっております。眩しい太陽の光を浴びて、トロッとしたアプリコットを、意識したようです。でそれでは手に塗っていきたいと思います。これ専用のチークブラシ、こちらも
1本購入しました。これが家用でね、もう一つは携帯用、こんな短いのも発売しておりました。これ早速使っていきたいと思います。まあ、ちょっと適量を、まあ、ポンポンしまして、はい、では腕につけていきます。あ、結構しっかりつきますね。はい、こんな感じです。はい、オレンジ色になっておりますね。ほんとアプリコットっていう感じですね。それでは2色目、こちらは23番のチークになります。23番ローズブラッシュ、サンゴと早朝のさんざしの爽やかさが混ざったピンクということです。では塗っていきたいと思います。さっきの色に比べてちょっとオレンジ感が減りました。こちら塗っていきます。ちょっとピンク味が出ましたね。こんな感じの色になってます。どっちも使いやすそうな色になっております。では次は3色目塗っていきたいと思います。3色目はこちらの色、ローズプリムという色になっています。繊細な梅雨、青みがかった涼しげな水彩のような霧を思わせるピンクだそうです。これなんか一番今までピンクっぽいですね。はい、塗っていきます、ね、一番ほんのりつくピンクですね。発色はどれもいいんですけども、これがなんかちょっとね軽く塗った感じですね。この方が色が濃かったような気がします。では次は、4色目はこちら、32番のローズポメットという色になります。目の覚めるような鮮やかなピンクということで、これがさっきよりもちょっともっとピンクが濃いかなという感じがいたします。塗っていきたいと思います。この感じですね。一番ピンクかなと思います。こっちからねオレンジがかってて、だんだん青みが強くなってきました。一番こっちが青いですかね。こっちに行くほどオレンジっぽいチークになっています。では次は5色目はこちら37番はローズポワブレ。こちらはアジア限定色になっています。これもね柔らかくエレガントな印象で、スパイスのドレスをまとったペルシアの夜をイメージしたピンクだそうです。でこちらの手も塗るとこなくなってしまったので、右手に塗っていきたいと思います。この辺塗っていきます。結構いい感じのピンクですね。なんかピンクなんだけども、ちょっと濃いかなと思います。オレンジピンク、さっきのピンクの青みがかったよりはもうちょっとねオレンジっぽいのかなという印象になります。では次はこの45番、こちらはローズオンブルという色です。こよなく美しいピオニーということで、繊細なピンクということだそうです。でさっきからねこの模様なんですけども、これはスカーフのねカレを意識して作られたということで、この波々がねチークの模様になっているそうです。ではこっちにつけていきます。ちょっとベージュっぽい気がしますね。さっきの青みがかったピンクよりも肌なじみがいいベージュピンクに近くなったと思います。では7つ目なんですけども、こちら49番、こちらはローズタンという色です。トロピカルの花束ということで、太陽を浴びてほてった肌のようにかすかに日焼けした黄金肌に輝くピンクというのをイメージされているそうです。なんか今までの中で一番こうベージュに近い気がしますね。ピンクなんですけど、なんかちょっとオレンジっぽいベージュっぽいピンクです。では最後にこちら54番、こちらはローズニューイン、夜を艶やかに彩るブーゲンビリアというので、青みがかった濃いピンクになっております。あ、確かに今まで一番濃いかもしれないですね。こんな感じです。しっかりつきそうな気がします。こんな感じです。なんとなく前半に塗った色にちょっと近いのかなという感じがします。ではちょっと全色比べていきたいと思います。それではこの8つの中からどれか気になっているものをつけていきたいと思うんですけども、伊勢丹の方の情報によると、こちらのね37番、こちらの37番のローズポワブレアジア限定色と、こちら32番のローズポメットがとても人気があるそうで、これは雑誌で紹介されたので、こちらの売れ行きが2つとってもすごかったそうです。なんですけども、これさっき手につけた時も思ったんですけど、ちょっとね似たようなピンクだなと思ったんですよ。なのでこれ両方つけてもあんまりこう顔で比較できないかなと思って、アジア限定色の方かな、この37番の方を1色は試していきたいなと思います。でもう1色なんですけども、オレンジ色の中から選びたいなと思って、一番最初に紹介したこの19番のね、ローズアプリコか、こちら49番、
こちらのローズターン、これ49番と19番で迷ったんですけども、これ49番ちょっと濃すぎてシェードにも使えるということで、ちょっとねほっぺたに乗せると濃いんじゃないかなと思います。なのでこっちの19番のローズアプリコを使っていこうかなと思います。ではちょっとねピンク色の方から塗っていきたいなと思います。で早速塗っていきます。軽やかなつけ心地ということで、さっき腕につけた時に思ったんですけど、そんなにねドバーっと色がつく感じじゃなかったです。やっぱこう人気色でアジア限定色っていうこともあって肌なじみはとってもいいんじゃないかなと思います。色はねほんのりつく感じですね。ディオールのチークを使ったことがあるんですけども、もうあっちの方が発色よくてドカッとつく感じで、こっちは同じぐらい取って塗っても肌にふわっとなじむ感じで使いやすいかなと思いました。こんな感じになっております。それでは今度は2色目はこのオレンジローズアプリコを使っていきたいと思います。さっきのねピンクも塗ったらそんなにね色が強くなかったので、まあ、全体的に薄付きかなという感じがいたします。これもね全然、そんなにオレンジって言ってもそこまではっきりしたオレンジじゃなくてふんわりしたオレンジですね。あまりオレンジが苦手な方でもこのオレンジはそんなにたくさんべったりつかないんで、まあ、アイメイクと合わせてねオレンジメイク結構初心者の方でも楽しめるんじゃないかなと思います。こんな感じです。皆さん今回のエルメスの新しい、コレクションいかがだったでしょうか。今回とってもねつけやすいチークで本当に、期待してたんですけどもね、期待通り上品なツヤ感と、上品なねこうタッチでとてものいい香りもして、本当にすごく素敵なコスメだなと思いました。リップバームの方もこれねなんかもう色3色あるたんですけど、正直ね、まあ、オレンジもピンクもベージュもあんまりがっつり色がつかないので、まあ、血色よく見せるんだったら、まあ、このピンクかオレンジあたりをまあ持ち歩いて、口紅ね塗らない時のマスクメイクのね時にさっとね塗るのが今いいんじゃないかなと思います。とってもね今の時代に合った素敵なリップバームだと思いました。ということで皆さんね、よかったらぜひ試してみてください。それではまた。